キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあ、とにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユウタ、お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい？せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。時間食っちまった。おい、見てみろや。あいつらダサすぎや。
もう運命的な出会いというか、田舎もんが偉そうに歩くんじゃねえよ。なんじゃこの若造。頭、ここは無視しときましょう。おい、てめえら、調子こいてんじゃねえぞ。どこの人だ。ああ、わしら広瀬一家注文じゃ。舐めとったらブチ殺すで。頭、ダメですって。今はそれどこじゃないですよ。踊れる顔覚えてけえの。なに、どれ。時間食っちまった。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとりますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれ、この兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません。ん、すぐお返ししますんで。おう、ゆうた、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。ああ、これでありましたよ。辰川の近況ネットに上がってました。この辰川のページ田頭に教えてもらったんですよ。随分楽しそうにしてやがるな。あの下道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に映っとるのはカムロ町の店かの。さあ、そこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら、ユータ、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。